香川県の運転免許センターです。とりあえずね、今免許センターの方に送り届けてきたんで、一旦仕事戻ります。なんか終わるのが昼ぐらいになるみたいなんで、またお昼に迎えに行きます。岡モーターさんの前通過中。ドリップのショート。はい。プレミアムハイランズのコーヒーでございます。すごいね、天気がいいんで外でいただきます。合格したそうです。はい、おめでとう。おめでとう。今日のランチは長女のリクエストでしゃぶしゃぶです。こんな感じ。野菜、タレ。それではしゃぶしゃぶします。そうです。今ちょっと揚げたのでやるの僕に出したら下げるで、下げなよ。あ、そう。いただきます。うまい。野菜投入します。野菜いただきます。野菜はポン酢で。ナイス。うまい。しゃぶしゃぶの締めは雑炊です。あ、レンズが曇った。生卵投入。ポン酢。はい、完成です。めっちゃうまそう。今日は朝から、まあ、ちょっとね時間空けて、まあ、子供の免許取得のために、まあ、久しぶりに免許センターに行ってきたんですけど、まあ、無事に試験の方もね1回で合格したらしくて、普通免許証取得できました。いやでもなんかね、こういろいろやっぱ感慨深いですね。自分の子供がもう免許を取ってこれから車を運転するんだなと思うと、いや自分もねちょっと年取ったなっていう気がします。まあただね、車買うのはねもうちょっと様子見ですね。まあ夏休みまでにはね、購入したいなとは思ってるんですけど、まあしばらくはね家にある車で練習ですね。ただねあんまり気分的に横に乗るのはちょっと怖いですね。まあでも練習しないことにはね絶対上手にならないんで、まあこればっかりはまあ仕方ないんですけど、
やっぱりちょっと怖い。で、ここ2、3日ね、ちょっといろいろこう、動画編集の環境を今後どうしていこうかっていうので、まあいろいろ悩んでたんですけど、まあ結果的にね、まあやっぱり自宅の方にパソコンを導入するのが一番いいかなということで、昨日ね、ネットの方で、ポチりました。で、届いたのがさっきなんですけど、はい、これです。じゃん。まあこれね、見る人が見れば分かる箱らしいです。僕はちょっと全然分かんなかったんですけど。では早速開封していきます。で今回ね、まあ、この間の動画でも上げてたんで、もうね、皆さんお分かりだと思うんですけど、購入したのはこれ。MacBook Pro です。パソコン歴はね、まあ、そこそこ長いんですけど、まあ、専門的にやってるわけでもなく、で、どこかにね、習いに行ったり、まあ、教えてもらったっていうこともなく、完全にね、まあ、自己流なんですけど、で、今までね、実は Windows しか使ったことがないです。で、Mac はね、ほとんど触って、たこともないですね。で、周りの友達見てても Mac 使ってるっていうのはあんまり聞いたことがないので、まあ岩田さんがいるか、うん、だからもう本当ね、初めての、Mac です。だからさっぱりね、使い方が分かりません。まあこれから一つ一つね、勉強していかなきゃダメなわけなんですけど、正式な MacBook Pro を購入したわけではなく、まあ正式って言ったらちょっと変なんですけど、これね、まあ、箱が違うのかな？ここをちょっと見てもらえば、これね、リフレッシュって書いてます。いわゆるね、メーカー調整品ですね。まあ、調整品って言ってもね、1年間ね、Mac の方で、保証がついてて、まあ、動作には問題ないっていう商品なんで、で、実はね、調整品でね、新品商品に比べたらかなり安いんですね。で、まあ安いのがやっぱりちょっと魅力っていうのと、一応もう正規ものっていうことで、保証の方もしっかりしてるのでね、自分が欲しいモデルが、まあ、たまたまね、あればすごいラッキーかな程度で、いいんじゃないでしょうか。で、とりあえずね、昨日たまたま朝、まあ、リフレッシュ見つけて、で、早速ね、ポチってみました。中身ね、出していきます。ちゃんとね、付属品もついてます。はい、 MacBook Pro です。まあ一応ね、調整品って言っても新品なんで、うん、まあ、特に問題ない。じゃん、うん、というか電源が入った。今更なんで、もうこう細かい設定とかはね、また帰ってからやります。とりあえずね、日本語設定。購入したのが、MacBook Pro の13インチ。15インチとね、ほんとね、すごい悩んだんですけど、やっぱりね、持ち運びのことを優先させると、まあ、少しでもね、軽い方がいいっていうことで、まあ、やっぱり今回はね、13インチにしました。で、どうしてもね、この、タッチバー欲しかったんで、タッチバー付きのモデルにしてました。これからカメラで撮影した、主に 4K 動画になると思うんですけど、4K 動画はこのね、MacBook Pro で、これから編集していきたいと思ってます。今回のこの動画は、購入したばかりのね、この MacBook Pro で
編集してます。で、利用したアプリは、これもね、まだ買ったばっかりなんですけど、ファイナルカットプロ、これ X かな ?10 っていうのかな、うん、で、編集してます。で、やっぱりね、Windows と違って、Mac はね、もう全然ね、使い方がまだ分かってないんで、結構ね、悪戦苦闘しながら、編集最後までね、とりあえずできました。まあ、まだまだね、手の込んだことはできないんですけど、まあ、少しずつね練習しながら、動画これからも、アップしていきたいと思ってます。よかったらまたチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。